こんにちは、小室崎真由美です。今日は初対面の相手と短時間で親しくなるコツを一つお伝えします。まあ、親しくなる方法というのはいろいろあるんですが、今日はその中でもとびきり簡単で誰でもすぐに実践できる方法をお伝えしますね。それは会話の中で相手の名前を頻繁に呼ぶということなんです。例えば先日ある方と、初めて会った方なんですけれども、ある食事の席で向かい合わせで話をする機会がありました。その方と話をしていて、実はですね、たった数十分でとても親しくなって、いろんな話、初対面にもかかわらずいろいろと意気投合する話ができたんですが、それはなぜかというと、一つはその方が私の名前、小室崎さん、それでね、こういうことがあってね、小室崎さんどう思いますかというふうに、私の名前、小室崎という名前を頻繁に会話の中で使ってくださったんですね。名前というのは一人一人固有のものなので、その自分のオリジナルの名前を呼ばれるということは、相手に存在を認めてもらっている、認知されているっていう、それはもう存在を認めてもらっているというのはとても嬉しいことなんですよね。例えばこれは想像していただくと分かりやすいと思うんですが、話の中であなたはねとか、あなただったらというふうに呼ばれるのと、小室崎さんだったらとか、小室崎さんこれどう思いますかというふうに名前呼ばれるのとでは、相手に対する感覚、距離が大きく違ってきますよね。思わず名前呼ばれることで、自分もその会話の中に参加している感じ、自分も主役としてちゃんと加わっている感覚というのを持つことができます。これ相手の名前を呼ぶ私たち自身にとっても、人の名前を何度も何度も繰り返すことでその人に親しみを感じやすい、これお互い様の効果があるんですよね。そういうわけで、ぜひ今日から明日からの商談や異業種交流会、パーティーなど、初対面の相手に対して、ぜひ相手の方のお名前、あなたとかではなくて、相手の方の名前を頻繁に呼ぶ、意識して使ってみるというのを、ぜひ実践していただきたいと思います。今日は以上です。 Thank you.